キルできる試合でででききない試合の村キルできる試合合のキルるとできない試合の村がすごいんですけどってことかそんなもんじゃないですかでもみんな毎回キルできる試合に当てるわけじゃないからラズさんだって一桁キルの試合もランクでも大会でもあるでしょう あんまりなんか負い目感じずゲームいっちゃって大丈夫だと思う俺なんてもうランク鼻くそみたいなスコアしか出してないからねこれでも曲がりないにも日本一なれたから全然大丈夫ラズさんのキャリア 3ですら2対10です、ね、負ける日がある。時がある。ががああ時基本強いけどね基本も全部強いけどたまにポロッて落ちる時はどうしてもあるのでチームが負けてたら気度も伸びないからね一人で戦うゲームじゃないから全然大丈夫でしょうまあでもあそこでね上手い人と そうじゃなない人の差っってやっぱ安定感なんだよね。まあそれはでもね焦ってもどうしようもないと思うからそんなみんなキルするぞって意識で <laughs> あのキルできたら苦労しないからね。わらわらんとおもろいのがさ強さにもジャンルがあるよね。 ラズさんが強いっていう人もいれば、やっぱ苦労みたいな上手い人が大事って思う人もいるし、そこはもうなんかその人の感性というか考え方だよね。そうね、上手いと強いの違い。だそれってでもキャダのさ、仕事量明らかに違うじゃん。絶対レイナよりアストロの方が忙しいからスコアはあんまり伸びないけど、基本的には。 おもろいよなバロラント。ふかふーか浮かぶ海の上 <laughs> おはよう。<laughs> メイドラゴンはいいぞミンティーミンティーミンミンミンティミンティミンミンレイータイタいつもありがとうおつわでおつわ